オールスター以降のアイブラック兄弟の成績。オールスター後佐藤輝明打率2割9分6厘、出塁率3割6分6厘、長打率5割4分8厘 OPS9 割1分4厘得点圏3割8分9厘、強い。うせやんこんな打ってるんか。完全にルーキー佐藤輝明モードやん、三振も減ってるし。オールスター後森下翔太打率2割8分、出塁率3割5分8厘、長打率4割5分5厘、OPS8 割1分、得点圏2割2分1厘、ルーキーなんやで。森下はそれなりに長打と選球眼があるのがこじれる。森下って割と単打も多いんやな、むしろいつもホームラン打ってるイメージやから、うほうほ長打マンやと勝手に思ってた。ホームランは多いで143試合換算なら20本乗るぐらいには打ってるし。若い選手は年間のトータルよりも部分部分で区切って成績見たらなあかんわな、成長するってことが起こるから。